ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は 2-in-1 PC の中でも特に人気の高いマイクロソフトの Surface Pro 6がセール価格で販売されていますのでご紹介したいと思います。まず価格から紹介すると、通常が 159,840 円のところ、現在のセール期間中は 123,076 円となっています。スペックとしては CPU が Intel の Core i5 の 8250U、 メモリは 8GB でストレージが 128GB の SSD となっています。この Core i5 8250U は1世代前の Core i7 と同等のスペックを持っており、なおかつ最新の Core i7 搭載のパソコンと比較しても価格は3万円以上安くなることもあり、とてもお買い得なモデルです。今回セール対象になっているこの Surface Pro 6は、本体のみならず専用のタイプカバー、専用のペン、それぞれ付属したモデルとなっています。単品で購入してしまうと各モデル1万円以上することもあり、追加で買いにくいということもあるんですが、今回のモデルは全てセットでの販売となっています。このタイプカバーというのはシート状のキーボードではありますが、割と入力しやすいということで評価の高い製品です。個人的にこのタイプカバーの好きなポイントとしてはキー配列です。例えばエンターキーの周りですとエンターキーがあり、その上にバックスペースキー、さらにその上にはデリートキーと一般的な配列をしている上、デリートキーのサイズが他のパソコンのキーボードと比較しても大きくなっています。こういったデリートキーが大きいキーを採用しているのはレノボのシンクパッドなどありますが、それ以外のメーカーというのはデリートキーがかなり小さく押しづらいということが多いんですが、この Surface Pro のキーボードはデリートキーも大きく入力しやすくなっています。特に Mac とは違い、Windows はデリートキーを活用する場面が多いので、こういったキーボードになっているのはとても使いやすいかと思います。もちろん Enter キーの周りだけではなく、その他のキーについても特に変な配列はなく、使いやすい配列になっています。これまでの Surface シリーズと同じく、背面にはキックスタンドが付いているほか、タッチペンにも対応していますので、イラストを描いたり、また手書きでメモをする際もとても便利に使うことができます。現在販売されている 2-in-1 PC の中でも Surface Pro はかなり価格は高い方なんですが、この Core i5 のメモリ 8GB モデルが約12万円で購入できるとなると、Surface Pro の中でもかなり安い方の価格になりますので、セール期間中に購入するととても買いやすいかと思います。さらに販売ページによると、この Surface Pro には Office Home and Business 2019が付属しているとのことです。要は、Microsoft の Word、Excel、PowerPoint といったソフトが一式入っていますので、追加で購入する必要はなく、これらソフトを使うことができます。このソフトを単体で買ってしまうと3万円以上しますので、最初から入っているとかなりお得です。ということで、今回は現在 Amazon で開催されているプライムセールで、Microsoft の Surface Pro 6がかなりお得な価格で購入できますのでご紹介しました。なお、セール期間は7月16日までとなっていますので、購入を検討されている方は早めに購入することをお勧めします。もちろん、セール期間中でなくても、すべての在庫が売り切れてしまったら、セールは終了してしまいますので、購入を検討されている方は早めに購入することをお勧めします。販売ページのリンクについては動画の概要欄の方に貼っておきますので、最新の在庫状況など気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。